こんにちは。ゴルフスイングコンサルタントの吉田博一郎です。今回はシャットフェースのスイングモデルについてご紹介をしていきたいと思います。最近このようにフェースが空を向くようなシャットフェースのスイングを行っている選手結構多いですよね。ダスティン・ジョンソン選手やコリン・モリカワ選手なんかはこのようなシャットフェースで打っているというスイングモデルなんですね。でこのシャットフェースなんですけれども、やはり最近のクラブは重心距離が長くなっている、そしてヘッドが大型化しているということで、あまりフェースローテーションを入れなくても打てるということで、最近そういう選手がかなり多くなってきている印象を受けます。で皆さんもそのようなシャットフェースのスイングを行いたいというふうに思っている方いらっしゃると思うので、今回はそのシャットフェースを行う時のポイントですね、そちらをご紹介していきたいと思います。でこのスイングのメリットとしては、やはりインパクトゾーンでこう手の操作あまり必要ないです。そのまま面を変えないで打っていけるということがあります。それは逆を返すと体がかなりしっかりと動かないと打てないということになります。ヘッドの遠心力、あとは手の操作というもの、そういったものでヘッドを走らせるということができませんから、体の動き、これでしっかりとクラブをコントロールできるパワー、そして柔軟性ですね、しっかりと動きを出せる、そういうことが必要になってくる、求められてくるということになるわけです。なのでどちらかというと、このシャットフェースのスイングモデルというのは、体がしっかり動く方、フィジカルに自信がある方、そういう方に向いていると言います。あまりこう飛距離を出す必要はないけれども、方向性をしっかり出したいという方には特にぴったりの打ち方だと思います。そして球筋は体が常に先行しています。そして体がこう垂直軸に対して回転しますから、少しインサイドにこう振り抜くようなイメージになりますので、どちらかというとフェードが合っているというふうに思います。まずフェースを閉じるということを行わなければいけないので、グリップ、ここが一つポイントになってきます。特に左手のグリップは少しフックに握ると、自分から見てナックルが3つぐらい見えるような形にする。そして右手も下から握るような形にしていただくことで、よりシャットフェースになりやすいと、スイング中フェースを閉じやすいということになります。開くとこのような形になります。このような状態でクラブを上げていくと、この時にですね、テイクバックの時は少しフェース面が下向くような感じで、そしてトップでもこのような形でフェースが空を向くということになります。でジョン・ラーム選手などのようにウィークに握ってるんですが、ここでこのように手首が折れる、小屈するといいんですけれども、このような形で行っても同じようにフェースが閉じます。このような手首の使い方をすると右手もかなり折れるので、結局、ここの角度をですね、しっかり手首の角度をつけて空をにですねフェースを向けるということができれば、ウィークグリップでもいいんですが、フックグリップの方がやりやすいということになります。そしてダウンスイングなんですが、ここで大事になってくるのはフェースが閉じていますから、このフェースが閉じた状態のまま打ってしまうと引っかかってしまうということなんです。なのでこの閉じたフェースをスクエアに持ってくるということが大事になってくるわけなんですね。なのでこの閉じた状態でヘッドを走らせようとすると、とんでもなく左に引っ掛けてしまいます。なのでヘッドを走らせるということは NG になるわけです。ではどうするかというと、閉じた状態から体が先行する、腰がこう回転することでフェースがスクエアに戻ってきやすいということなんですね。若干ちょっとこう体が先行して振り遅れてくるようなイメージを持っていただいてもいいと思います。そうすることでちょうどフェースがスクエアに戻ってきやすいということになるわけですね。決してヘッドからこう下ろすような形だったりとか、リリースしてヘッドを走らせるようなイメージを持たないということが大事になります。そのように体が先行する、回転しながら打つということで、手元もですね、どちらかというとハンドファースト気味になります。これはもうグリップがフックグリップになっているので、リリースが遅いということもありますし、体が先行して回ってくるということで手が遅れてきやすいと
ということにもなります。なのでこのようにリリースしたりだとかということがなく、体の回転で打ってくるイメージになるということになるんです。ですからインパクトの時に腰がもう目標方向に向くようなイメージですね、このようなイメージを持ってインパクトをするということで、ちょうどいいスケアなインパクトになります。でこの時に肘、右肘は伸びません。リリースができない状態、しない状態なので、このように曲がってインパクトをします。なのでこういうような形で体に近いところで曲がった状態でインパクトする、これはちょっとなんか格好悪いような感じするんですけれども、これはシャットフェイスのスイングモデルではこのような形にならないといけないということになるわけです。そしてフォロースルー、このフォロースルーでもあまりこう手を返したりだとかヘッドをあまり走らせるということは必要ないです。どちらかというとフェース面はあまり返さないイメージ、実際はこの向きにはならないと思います。ヘッドがある程度走るのでスクエアになると思うんですが、イメージとしてはフェース面が上を向くような形で開いたまま返さないで打っていくイメージを持つということになります。でアイアンショットで、まあ、自分の顔をですねフェース面が向くようなイメージを持つ、それぐらいでちょうどいいということになるわけです。いかにこうフェースを返さないで体の回転で打っていくのかということ、これが大事になってくるわけですね。このようなシャットフェースのスイングモデルなんですが、正確性をしっかり出したいという方多いんですが、もっと飛距離も出したいという方もいると思います。そういう方はこの垂直軸の回転をしっかりと早めるということ、それで飛距離を出すこともできます。でこの時に腰をこう早く回転させようというふうに思いがちなんですが、腰は腰だけで回転するわけではなく、この足ですね、右足の使い方が非常にポイントになってきます。この右足をしっかりと地面を押すことで腰は勝手にこのように回転をします。なので腰を自分でこういうふうに回そうと思うんではなく、右足をしっかり地面を押してその反力を使って回転をさせていくと、垂直の軸を回転させるということが大事になるわけです。でこの時に重要なのが右足の使い方ですね。これが前に出る、膝がこのように前に出てしまうと前傾が起きてしまい回転もします。ですがこのように左足に右膝が寄せる、寄っていく、このような形ですね、ちょっとこうくの字のような形で折れる、そういう使い方をすることで回転がしっかりと出ます。なのでこのようにですね、もも同士をくっつけるようなイメージを持ってダウンスイングからフォローにかけてスイングをしていくことで、腰の回転量をしっかりとキープしてスピードを持ってスイングをするということができます。このようにシャットフェースのスイングは非常にシンプルで方向性に優れているんですが、飛距離が出にくいというデメリットもあります。ぜひこのバランスを考えてですね、どのスイングモデルにするのかということも考えて取り組んでいただければと思います。